白谷階段白谷の世界へようこそおいでをいただきました階段しの白谷でございます毎週金曜夜8時の階段話今宵も不気味なお話に一席お付き合いを願います東京は八王子の駅の道路を挟んで迎えにあったテナントビルここの地下階は 広いスペースになってございまして種々さまざまの居酒屋さんが所を狭しとひしめき合っているという屋内ではありますが屋台村のようなスペースだったことがあるそうです。それぞれのお店の境には壁はございませんから筒抜けなんですがおでん屋があったり焼き鳥屋があったりというまるでお祭り縁日の露店といいましょうか。 屋台店といいましょうかさながらそのような光景でありまして体験者の K 君が高校3年生の時その中の一軒の居酒屋にお勤めだったアルバイトではありましたけれどもお隣ご近所とすっかり仲良くなりましてね窓、まあ、どの店もお客様を5人も案内すればいっぱいというような店構えなんですが。 このフロアの真ん中には大きなセンター通路というのが切ってあってその両脇お隣ご近所は酒の貸し借りや調味料の貸し借りなんということもザラでありまして本来は商売型人でも言えましょうけれど一つ同じスペースで商いしている者同士という実にこのアットホームな雰囲気が好きだった中でも 通路を一本挟んで斜め向かいにございましたハワイアンバルを営んでいらっしゃる当時20代後半滑覆のよろしい店長なんというのはよく目をかけてくれましてねお客さんが敷けた後の閉店作業を一緒にやっておりますと浮気読んでくれて「いや実はなここのフロアには出るんだよ」なんというお化け話を聞かせてくれる。 本当か嘘かは分か嘘りませんけれどいや実に臨場感がありましてね遅くなって片付けをしているとお客がいないはずなのに女子トイレの奥からうめく声が聞こえてくる覗きに行ってみると個室が一つ閉じているけれどいざいざ確認しようと思うと中に人の姿はないああ空耳であったかと出てくると再び何という。君はその頃から ホラーであるとか怪談であるとか好きな方でしたからえ時々そんな話を聞かしてもらって随分楽しかったご記憶があるそうです曜日問わず駅前ということも手伝って混雑を極めるというそんなスペースだったそうですがその日はいつもと勝手が違いまして「今日どうしちゃったのかな分かんない。 全然来ないねねえうちだけじゃないよね何だろうどっかでイベントかなんかやってんのかなさあ疲れちゃったこの日お客さんの来てがほとんどありませんどの店も暇疲れをしてしまって気がつくと通常の閉店時間を待たずにちらほらと 片付けを始める店も出てまいりましてまいっとな全然売り上げ立たねえじゃんケイ君うんもうさうちもしまおう疲れちゃった帰ろうお<ー>一緒に入っておりましたちょっと年上のゆきちゃんという先輩に促されて「じゃあ俺厨房片付けるわ」と店の奥引っ込んでおりますと間もなく 君,君えっハワイアンバルの店長やばいえっどうした来て来て来て呼ばれて店先まで出ると通路挟んで斜め迎え九段のハワイアンバルの店長がこちらに背を向けて手にはオーダー表を持って随分と張り切った声出しながら「えっああそうっすかはい!」。 ええ、ええ、ええ、へえ、なんとお客さんと話している。おほほ、さすがだな。お客さん来てんだ。粘りがちだね。えいや、だって店長でしょ違うよ、よく見てよ。お客さんなんかいないよ。え滑腐のいい方ですから。 真後ろから見ててお客さんの姿が影になっているんだろうとだから見えていないんだろうと思っていたんですがユキちゃん曰くは違うお客さんがないのにさもお客さんがいるような手で大きな声を出してるってんですからまさかそんなわけだと思ってちょっと角度をつけて覗いてみるあ本当でした 向こうにお客様があるだろうと思っていたら誰もいないその誰もいない空間に向かって店長が一生懸命愛想笑いで話を合わせながら「で何をお飲みになりますか?」「ああ、はいはいはいかしこまりましたじゃあ今も持ってきますからはい!」バンッとそこに乱暴にオーダー表を置いてそれで厨房の方に向かっていくんで。 あんまり暇にしているもんだからちょっとしたパフォーマンスだろうか見ていればだいぶんその声も大きいし仕草も大げさですからひょっとすると我々に構ってほしいんじゃないかしらそんなことさえ思えたせいで K さんはあ「あちょっと行ってくるえ待って私も行く」 二人して通路を挟んだ向かいのハワイアンバルカウンター越しに店長おお何やってんだよ店店お前二人とも来ていやいや店長何やってんすか何やってんすかって酒作ってんだよえさ酒って誰のお客さんに決まってんだろ邪魔だお前 戻れ店。言うと確かにお酒を作ってそれでそれを片手にギッと厨房から出てくるどうするだろうと思っていると先ほど伝票を置いたカウンターから向かえのお客さん用のテーブルのそばまで行きますと「はいお待たせしました」ババンッとそこに置いったってあまり乱暴に置きましたからなみなみ注がれている中のお酒がザバザバッとこぼれた。 そこでまた「意もしない誰かにめがけて熱心に話をしております」「この時 K さんはちょっとおかしいと思った」「一生懸命話しているその店長の額には玉のような汗が吹き出ておりますし眼色はみるみる白くなっていく」 一体誰と話しているだろうそう思っているとまた伝票を取り上げて「はいかしこまりました」と書きつけてバンまた目の前を通りすがって厨房に入って酒をこしらえ始めるという「店長店長またいたのかなんだよ何してんすかさっきから何してるもん何もお前邪魔だよえもうどけどけ。 っと出てきて再びその作った酒を持っていくとあのコップの脇にバンダバダバッちょっと薄気味悪い感じがしましてね圭君すっと脇に行きますと見えた伝票ですちゃんと文字が書きつけてあるもんだと思ったらぐじゃぐじゃぐじゃっとボールペンで わけのわからない線引っ張ってあるだけであります。遊んでいるふざけているにしてはちょっとなと。店長が相変わらず何か話をしておりますから。今見えないお客が座っているであろうその丸い椅子をぐっと手前に引き寄せて、そこに結君がとすっと腰を下ろすと店長。 じゃあまたお前すいませんあの向かいの店のやつなんですけどすいませんねごめんなさいいやいや店長店長誰に謝ってんすか何してんすかさっきからいやすいませんあの今すぐ向こうにお前ないいか減にしろよお前お客さんに失礼だろお客さんお客さんだろ 邪魔なんだよ,お,前戻れよお客さんってどこにそちらにいるだろそちらお前の横いやいやしっかりしてよ誰もいないよ誰もいないよじゃないだろお前今日みたいな時に来てくれてるんだから店長しっかりしてよもうふざけているんじゃない 店長の顔は、真剣そのものでありまして、不安や心配よりも、ちょっと恐ろしさのようなものをさえ感じた。店長、お客って何横横ここどっちここ <laughs> いないからね。いないよ。ほら、ほらとこう、その拍子に、バチッンと側頭部に、 大きな衝撃が走ってイ君ゴロッと椅子を転げ落ちたっっ鬼のような形相で手をプルプル言わせながらこちらを見下ろしている店長の姿がある「お前何やってんだお客様に失礼だろ!と」と怒鳴られたこれはもうただ事じゃないと思いましてね 君立ち上がると「店長しっかりしろよお客さんなんかどこにもいないよ!」と言い返しますとこれで初めてふっと正気に戻ったような顔に「店長大丈夫? <laughs> ど」どうしたどうした?」じゃないよ。 何やってんだよさっきから大丈夫ああれそうだお客さんは今ここいたお客さん店長しっかりしてよお客さんなんかいないってどうしちゃったんだよいやだって今ここにすっ <laughs> わ,なわ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 な震え出した店長大丈夫 <laughs> おお客さんじゃないお客さんじゃないわお客さんじゃないってでしょ誰もいないでしょ <laughs> 座ってたんだよこ,ここにだけど <laughs> お,お客さんじゃないどういうことだよここに座ってたんだけどさお客なわけねえよだってここ座ってたやつ目も鼻もなくて顔中口だけだったと告白をした 確かにその席には何かが座っていたそうです惑わされている間というのは分かりませんでしたが正気にかえって思い出してみるとそこに座っていた何かには目も鼻もないただ口だけの異様なものがこちら目がけて話しかけていたというその後 一番歴の長かったそのハワイアンバルはいつの間にか撤退してしばらくその空いたスペースには次のテナントが入らなかったそうでございます。いつかまことしやかにその建物の中に出ると言われる妙なものの話を聞かしてくれたことを思い出しながらああ あれはは噂話ではない確かに何かがいたんだろうあの時もきっとお客の姿に化けて自分たちの近くにいたのだと思えば長い時を経て今なお思い出すたびにゾッとするんだそうでございます。 本日も最後までお付き合いをいただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いを申し上げます。また来週お目にかかりましょう。またねー。